最後は自信だけはあると豪語する企画残者の浜岸の挑戦。意気込み聞いてみたいと思います。はい、私は、はい、小3の頃毎日ドッジボールやってたんで自信あります。いや、もちろん春日って小2ぐらいかな、うん、お1学年小5ぐらいまで変な出し方決めやってたから。なるほど、余裕。それでは浜岸さん、はい、意気込みお願いします。はい、え、またやでもやっぱりでも春日おじさんも春日おじさんおいおじなので、はい、もう疲れてると思います。なるほど、なので当てれるかと。おじに当てると、はい、春日さんしかしながらなんか意気込みで確かにこれ以上はちょっと尺がもったいないのでさっさと対決へ。では行きましょう、おじ対お姉さんの戦い春日狙い撃ち、どっち1分間チャンス、よーいあれあれおかしいなあれあれおかしいな、なんか遅いボールが遅い1ポイントキャッチボールだボールがどんどん向こうに当たったか、今当たったな2ポイント当たったキャッチボールだボールが遅い、ボールがない、ボールがない、ボールがない、あとパス全部キャッチボールだ、キャッチボールだ、あ、当てられた、当てられた、ボールが遅い、当てられた、当てられた、当てられた、ポイントは確かに2ポイント2ポイント、3ポイント、3ポイント、10秒前、あ、当たった当たった、5秒前、5秒前はい、終了でございます。ということでこの勝負春日の勝ちですよし、いや、浜岸さん、はい、発案者で本当に期待してたんですよ。こんなのじゃなかったどっちかというとオジーだったんですよ、投げ方が。小3の頃の私はもういなかった